はい、どうも、お久しぶりです。ゆうねいです。だいたい2ヶ月ぶりになるんでしょうが、301個目の動画になります。まあ現在私は大学生、まあ現在はね、とある大学の寮にて生活しております。まあね、まあだからといってどこの県の大学なのかっていうのはまあ控えさせていただきます。まあそんなわけでね、今日私がご紹介するのは、まあ寮に侵入したと思われるクワガタムシのメスと、まあ死にかけのちっちゃなコガネムシです。まあここはね、まあ寮なので飼うわけにもいきませんので、まあ適当なところでね、外に逃がしてやりたいなと思っております。なんか入ってるのか知りませんけども、ね、このちっちゃなコガネムシ、まあ後でしら、まあ見た感じ、コイチャコガネっていうね、コガネムシっぽいんですが、まあ少なくとも私が元いた地域ではね、見なかったコガネムシです。まあせっかく出会った縁なので、ね、寮の自室に招いて、まあごちそう、まあね、ごちそう、まあオレンジジュースをね、振る舞ったわけなのですが、まあこの小石小金くんは助からなそうかな。まあ正直ね、まあ時として肉食を行うことのあるメスのクワガタとね、一緒に入れるのは危険なんですけども、まあその辺はね、この私が責任持って気をつけつつ、まあ様子を見守りたいなと思います。まあこのメスのクワガタからしてみたらね、まあ一生に一度のご馳走ですよ。まあゆっくりと味わうといいです。まあこのオレンジジュースは私のお気に入りで、まあそこそこ濃いんですよね。まあだから普段のね、普段彼らが食べてるね、樹液とは比べ物にならないほど甘いはずです。体に土がこびりついてますし、まあ先ほども言った通り、冬眠からは明けたてのはず。
栄養が少しでも欲しい、まあ彼女にとってはこれ以上とない ね、ごちそうなのでしょう。まあこの小池小内くんは、まあ、死にかけていたので、まあ固形物じゃなくて、まあ液体のねジュースを与えたのですが、ちょっと手遅れかもしれませんね。失礼して、反応なしか。さっきまでは確実に生きてたんですよ。ですがもうこと切れてしまったのでしょうか。まあ開始早々悲しいね、まあ結果になってしまったのかもしれません。あんまりオレンジジュースって好みじゃないんですかね。まあね、まあ一応行きたかった大学にも受かって、まあ加えて寮に入れたという幸運をね、幸運に感謝しつつ、まあこうしてたまにね、まあ動画を上げていく生活になると思うのですけども、まあ頻度はね、まあ以前の比ではないと思ってください。まあ1ヶ月に一度か2ヶ月に一度になるか、まあわからないですけど、まあね、まあいつでも私はまあね、物好きなるもの、まあ言うて生き物好きなので、まあ生き物のネタをね多く扱っていくことでしょう。まあ以前みたいな飼育というよりも観察っていう感じになるんでしょうけどね。まあ今年の懸念は夏休みですね。夏休みに帰省するつもりだったのが、まあコロナの影響でどうなるか。まあ夏休みにはね、再び仙姉と一緒にね、まあ動画を投稿するかもしれません。まあ次はいつになるかはわかりませんが、またよろしくお願いします。それではまた。